カノキヨシカノキヨシ8月23日昭和34年1月11日は日本の陸軍軍人実業家。最終階級は陸軍主刑中将。鳥取県米子市出身。米子中学を経て明治41年5月、陸軍経理学校を優等で卒業。昭和6年8月、陸軍一等主刑生に昇進し、陸軍造兵省会計部長に就任。 昭和9年6月、第一次大経理部長となる。戦時政住所長心得を経て、昭和11年8月、陸軍主計官に進級し、戦時政住所長に就任。同年12月、両末本省庁に転じ、経理学校付けを経て、昭和14年8月、被副本省庁に就任。同年10月、陸軍主計中将に進んだ。 昭和15年8月に退名、そして、予備役編入となった。退役後、浅野統制会社の社長、浜口繊維産業取締役、日東宝石顧問、新東海フェルト顧問、フェルト産業顧問、江口汽船取締役、東ゴム産業取締役等歴任。昭和15年4月29日君一等随法賞、受賞中学校時代、三好秀幸と同級だった。 三吉少年の面影を、後に、か野清志が解雇しているが、君は名門にして、富豪の子、私は、貧乏士族の子、家庭も環境も大いに違っていたが、少年には、そんな差別はない。お互いに敬愛しつつよく遊んだ。当時の君は温厚、誠実で、白石の美少年だった。別に、ふ勉強もしなければ、特に目立った存在でもなかったと言っている。趣味は読書。 宗教は仏教。かつたが、他の人物詩35ページには、本来米詩の人らしく、野坂幹事によると、米子東町の松浦委員のところが、主計中将、鹿野清氏の成果であったということであるが、これには、位置に違った意見もあるようだ。鹿野家の後は、現在米詩には誰もいないらしく、電話帳によって一件残っている鹿野家に電話を、してみたが、 うちとは関係ありませんという返事が跳ね返ってきたと、ある、中野文庫9、君一等随法賞受賞者一覧、かつたが、他の人物史48ページ AB、新日本人物体九1958年か、326ページ。ありがとうございます。